プールで泳ぐ幼児を幼くても、本能的に水の中では、呼吸を止めるベビースイミングとはおおよそ3歳未満の乳幼児に行わせる水泳。幼い子供であっても、短い時間であれば、水の中で呼吸を止め体を動かすことができる。これを水泳教室のようなレッスンの形にすることもできる。これは、主として幼児が溺れるリスクを減らすために行われるものである。 人間の赤ん坊は生まれてからお,およそ6ヶ月程度で泳いだり潜ったりといった行動を先天的な能力として発揮する。他の哺乳類もこういった行動を見せる。水に潜った赤んは無意識的に呼吸を止め心拍数を落とす。そして指やつま先といった末端への血流を制限する反射を見せるのである。こういった 潜水反射の間、幼児の心拍数は平均して20%ほど低くなる。肺の上部はそのまま蓋がされ、水が呼吸器に流れ込むことなく、食道を通じて胃の方へ逸れてゆく。こうした潜水時に見せる人間の反射は、運動時でも休憩時でも酸素量を維持する効果もあることが明らかにされている。 酸素は心臓と肺のために保たれ、深刻な低酸素症のダメージに備えられているのである。従って、こういった反応は人体にとっての重要な防衛機構とみなされうる。水は世界的に見ても怪我や死につながる事故の原因の一つであるが、その割合が最も高いのが子供である。実際、歴史はアメリカの1歳から4歳までの子供の主な、 障害死亡の原因の一つであり、この年代では、先天性血損症に次いで2番目に高い割合である。アメリカ疾病予防管理センターで発表された2005年から2009年までのアメリカのデータを元にした2012年の研究では、毎年平均して513人の子供0歳から4歳までが歴史しており、さらにこの年代の子供3057人が、 致命的ではないものの水難事故として、アメリカの救急外来に搬送されている。すべての年代と比較すると、0歳から4歳までの子供は最も高い死亡率と、事故率を示している。2009年には、不慮の事故で亡くなった1歳から4歳までの子供のうち30%以上が歴史によるものだった。最も一般的なのはプールで溺れる例であり、それも、 自宅のプールで亡くなる子供が多かった。水泳教室で自分の子を抱く母親かつては子供への水泳教室といえば4歳以降に始めるのが一般的で、それ以前の子供は発達的に十分だとは考えられていなかった。しかしその後、4歳になるのを待たずに水泳のレッスンを行うことはより一般的になったと言える。オーストラリアの水泳指導者や教師による団体は、 生後4ヶ月から正式なレッスンプログラムを始めることを推奨しているし、認定資格を取得したスイミングスクールでも非常に幼い子供へのクラスを開いている。アメリカでも YMCA をはじめとする組織が水泳教室を開いている。授業を受けるためには幼児が頭を持ち上げることができるようになっている。必要がある。呼吸をするために背中を水に浮かべ、 壁や安全な場所まで泳いでいくために体をひっくり返す。この流れを通じて幼児に水泳を教えることができる。泳いでは体をひっくり返して浮かび、その後また体をひっくり返して泳いでいくということを本能的に教えるのである。したがって、こういった教え方は、泳いで、浮かんで、泳ぐと要約されている。幼児の水泳教室はリカバリーを教えるものでもあると言われる。 赤子や幼児が誤って水面に落ちた時に、そこからの復帰の仕方を学ばせるという意味である。かつての親とこの間でなされたレッスンであれば、子供の顔を水につけさせ、水中で息を吐いてブクブクと泡を立てて終わりであったが、水泳教室は子供たちが水に浮かび、体を休め、呼吸をするために背中を皆底に向け、助けが来るまでその姿勢を維持するための技術を、 ゆっくりと教えていく過程であると言える。2009年の研究では、教室でのスイミングレッスンを受けることで、1歳から4歳までの子供が溺れるリスクを88%減らすことにつながるとされているが、著者たちは後に、この結論は不正確であると認めた。幼児の水泳教室が運動能力を向上させるとする研究もあるが、 これも被験者の数が少なすぎて決定的ではない。一方で幼児の水泳は、ライのウイルス性全面疾患と関連性があると、されている。他にも危険な要素を指摘する声はある。親が、子供の安全に対して誤った観念を抱いてしまい、プールのそばにいる、子供たちを適切に管理しなくなったり、子供は低体温症や胃腸、皮膚の感染症にかかったり、水を飲んで、 水中毒となることもある。アメリカ疾病予防管理センターは、歴史に対する予防的な手段の一つとして、1歳から4歳の子供への水泳教室を推奨していた。2010年、アメリカ小児科学会は、4歳になる前の子供に水泳を教える指導を行うことに反対する立場を、翻し、早期の水泳指導に対する注意勧告を、 裏付けていた根拠はなくなったとした。しかし小児科学会は1歳から4歳の子供が睡眠グレッスンを受けるべきとするには当時の資料では不十分であったと認めたのだとも述べている。小児科学会はさらに12ヶ月未満の子供に水泳を教えることの人気ぶりや幼児が水難の際には自ら身を守るといったまことしやかな根拠についてそういった ごく幼い子供にトレーニングプログラムを課すことの安全性という構成は科学的な研究としては全く明らかにされていないとしている。早期の水泳指導にメリットを見込むのであれば、それは潜在的なリスクと比較した上でなければならないというのがアメリカ小児科学界の立場である。水泳をする幼児はニルバーナのカムアズ・ユ r アーの PV に取り入れられたほか ネバーマインドのカバー写真にも使われている。2004年6月、ニューヨークタイムズは、リートルにも、歩くことを覚える前に、泳ぐことを覚えねばならないと題した記事を、掲載している。水中を泳ぐ犬にスポットライトを当てた、写真集に続き、この水中の赤ん坊をテーマにした、写真集の出版を控えたセスカスティールを取り上げた、ものだった。ありがとうございます。